ねえねえジェリサ。よく寝てますね。ツンツクツン。この前のバラシュナタイムアタックイベント運営で疲れちゃったみたい。歳は取りたくないものです。なんかジェリサうなされてるんだけど、悪夢でも見てるのかな。ジェリサはホラーゲーム大好きカッパですからね。え、ジェリサもカッパなの？ああ、間違えました。ジェリサはおめえ。てめえら、人が気持ちよく寝てたってのに腹の上に2匹も鎮座されたら悪夢も見るわ。私人間です。ていうか、おい、ここはどこだ？ここは拠点の村から南に行ったところにある二つ目の村だよ。おいおい、またガラスで囲んだシェルターに村人を集めているのか。ぐせせせせ。おっと、見て見て、村一掃したよ。じゃーん。おお、やりおるな。すっかり村の家がなくなりましたね。頑張りました。ワンコも懐いてくれたよ。もしやこいつの鳴き声も。もう驚かないぜ。お、プアージュニアがいるな。低音ボイス、チェワワ、マジか。馬にも乗れるようになりました。せめて馬は馬声にしてやってくれ。おーおーおーい、ハニマル、ハニマルおーおーい、歳がバレるぞ。大馬の神霊ですね。ハニマルの声は、ルフィだよ。村人もちゃんと確保。お腹鳴ってますよ。ジュルリ、もし村人が徐々に減っていったら、そういうことだな。んじゃ、拠点に帰るぞ。おうよ。はーい。金兵衛に乗って帰ろう。もう何も言うまい。走れー走れー、走れ巻き場を。金兵衛じゃなかったか。ジェリサジェリサ、この遺跡は一体？これは砂漠のバイオームに出現するピラミッドだぜ。ここまで外観がはっきり出ているのは珍しいですね。だいたい入り口付近は砂漠に埋まって、上半分しか見えないからな。おいカッパ、探索するつもりか？うん、もちよ。敵とかいるの？暗かったらいるかもしれんな。よし、オーケー。行くどー。おお。ふおー、怖いよー。暗いな。まこまるまこまる、アフロ掴んでていい？まことのまるはすでに白目を向いている。天の声も、ここではホラーに聞こえちまうな。うおー、湧きつぶし湧きつぶし。よし、こんなところかな。そうだな、このくらいならゾンビも湧かないと思うぜ。ここが怪しい。ごくり。ソロー。うおお、金かねえ。金があるかはわからんが、足元気をつけろよかった。あれ、マコマルは肩に乗ってる。俺の肩にな。なんだか踏んで欲しそうな感圧板があります。先生、踏むなよ。絶対踏むなよ。え、それは不利ですか？いやマジで、宝のためならお前が死んでも構わないが。サンジさんの名言。そうなんですか？起きたようだな。エネル戦でサンジさんがウソップに言った。ナミさんのためならお前が死んでも構わないっていう、おふざけやりとりだよ。んじゃ、宝箱オープン。バカ。わーい、金だー。エメラルド、いいな。これで交易ができますな。二つ目オープン。バカ。骨だー。火薬も貴重だぜ。火薬はなんぼあってもいいですからねー。三つ目オープン。バカ。わ、エンチャントボンだ。どれどれ。虫殺し、あんまり使うことないな。ガク。よーし、ラストオープン。バカ。蜘蛛の目って何に使うの？ポーションの素材でしょうか。ほう。んじゃ、お宝ゲットしたし、とっとと退散だ。待て、カッパ。うん、何よジェリサ。まだだ、まだ終わらんよ。あ、そうでした。カッパ殿、ここ惚れカパカパです。ここ、ただの地面だけど、ここ惚れカパカパ。
やっぱり TNT が埋め込まれていたな。ひぃー。あの感圧板を踏んでいたら今頃。にゃー。とにかく穴を壊してしまえばこっちのもんだぜ。TNT は貴重ですから、すべていただいちゃいましょう。わーい、ゲットゲット。よし、帰るぞ。そうそう、ピラミッドで手に入れたダイヤの馬鎧を、金兵衛に装着。お、どうよ。上等でかっこいいです。馬も喜んでるぜ。さ、帰るぞ。おお。アニマルおーい。いつも一緒の馬の品兵。バナナがあったら、はにゃ、くにゃ。ズボンを履いても、はにゃ、くにゃ。ハニワなのにズボン履くの？知らんわ。到着しました。ふう、疲れたぞい。肩こりまくりだぜ。よいしょっと。ずっと乗ってて疲れたね。俺がな。おやすみ。ご視聴、ありがとうございました。